こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか？皇族の DNA 鑑定は必要か。かつて河野太郎防衛大臣発言で、いわゆる旧宮家の皇籍復帰について河野大臣のこのような発言が話題になりました。確率的に突然変異が起きやすい、そうすると宮家の養子にしようといった方の血液かなんか取ってきて、染色体の検査、遺伝子の検査をやったら変異があって、そこがずれていたらどうするんだ、つながっていないじゃないかという話になるかもしれない。これに関して旧宮家と今の皇室の DNA 検査をして両者が男系でつながっているかどうか科学的に明らかにするべきだという議論にも発展してしまっています。確かに日本の皇室は最低でも1500年は続いていますので、どこかの時代で天皇の側室や皇后が密通をした可能性も否定できません。実際に400年前の御用勢天皇の時代に当時の江戸幕府をも揺るがした宮中の大不義密通事件が起こっています。事件の名前は猪熊事件。江戸時代初期の朝廷と幕府を震撼させた大事件でした。以下書書ウィキペディアからの引用。江戸時代の朝廷を震撼させた猪熊事件。猪熊事件の主役となったのは公家の四つ塚に生まれ、勅命により猪熊の死を与えられた公家の猪熊郷里でした。猪熊は天下無双と称えられるほどの美男子で、郷里は天皇近臣の一人として御用勢天皇に仕えていましたが、内侍所三神楽で和音を奏でたり、天皇主催の和歌会に栄進したりする人し、芸道にも通じていたそうです。イケメンで文化レベルの高い様子から、源氏物語の光源氏や平安時代の在原の業平にも例えられ、また当時流行した歌舞伎物の精神を汲んだ彼の髪型や帯の結び方は猪熊様猪熊様と称され、京都の流行になるほどだったそうです。しかしかねてから女癖が悪く、人妻や宮廷に仕える女官にも手を出し、公家集乱行随一と称されていました。そして慶長12年1607年2月に天皇にはべる女官との密通が発覚し、激怒した御用勢天皇から直感、天皇からの感動を受けます。猪熊は京都から追放処分とされ大阪に出奔しましたが、ほとぼりが冷めやらぬうちにすぐに京へ戻りました。その後も素行は収まらず、仲間の公卿を誘って自邸に女官を招いては不義密通を重ね続けました。猪熊の不敬な悪乗りに乗っかった公家は多くいたそうで、中でも加算の院忠長は天皇の寵愛深い広橋局大納言広橋賢勝の娘に属婚になり、文通をはじめ二人で逢瀬を重ねたといいます。その話を漏れ聞いた猪熊は、これ幸いとかねてから親しかった飛鳥井雅賢をはじめ、言葉巧みに他の公卿女官をも誘い出し、様々な場所で乱行を重ねることとなりました。天皇に仕える立場の公家や天皇の側室候補の女官たちが大勢で乱行パーティーを開いていたということになるでしょう。不定公家衆の悪乗り、猪熊の悪乗りに乗っかった不定公家は加算の院の他に大井の帝頼行国、飛鳥井政賢、難波宗勝、中帝宗信、烏丸光弘、徳大寺実久などなど、天皇の女官側室候補に手を出すという悪事は続かず、ついに1609年7月江戸幕府の京都諸士大の手によって女官5人と公家7人との密通が明らかになりました。捜査の後、猪熊がこれら不義密通乱行の手引きをしていたことが明らかとなり、幕府は猪熊逮捕の令を諸国に下しました。京都から逃げた猪熊が潜伏していたのは、なんと日向国宮崎県。最終的に延岡城主高橋元種により召し捕られ、京都に護送され、1609年10月17日に定禅寺で斬首に処されました。以上が江戸初期の朝廷と幕府を震撼させた猪熊事件の概略です。これを機に公家の乱脈ぶりを憂慮した幕府は公家統制の重要性を悟り、慶長20年1615年に金中並公家諸法度制定につながっていくことになったといいます。不義密通は天皇の周辺で起こりやすい猪熊事件で、不定公家の密通事件の一番の犠牲となったのは他でもない御用勢天皇です。自分の部下が自分の女官側室と文字通りの乱痴気騒ぎを起こしていたわけですから、ショックも人一倍だったでしょう。ところで御用勢天皇はいわゆるスメラギ別設計の始祖にあたります。御用勢天皇の第四王子、1599年生
が近衛下に入って近衛信弘となり、第9皇子、1605年生、が一条家に養子に入って一条明となりました。これは、時期的に猪熊が京都でブイブイ言わせていた時期と重なります。近衛信弘も一条明も、記録上は密通のあった女官の子ではなく、御用勢天皇の女房、正妻、の子となっていますが、実際はわかりません。もしかしたら、猪熊事件の素犯、猪熊郷里八田の公家連中との不義密通で生まれた子供である可能性もあります。冒頭に、旧宮家の DNA 検査が必要ではないか、という問題提起を述べましたが、猪熊事件竹縄の頃の伏見宮家、旧宮家の祖先、和事件とは無関係につつましく過ごしていたことが記録から明らかに分かっています。猪熊事件の例を見てみると、むしろ不義密通が起こりやすいのは、つつましい宮家ではなく、権威の中心たる天皇の周辺とも言えるかもしれませんね。ちなみに、この猪熊事件、元宮内庁職員の佐川良子さんによると、昭和34年に皇室入りした美智子さまがお妃教育で皇室の歴史を学んだ時に、一番驚き、また興味を示したのがこの猪熊事件だったらしいですね。だそうです。佐川さん曰く、源氏物語の時代から、不義密通、色恋沙汰は宮中の雅な文化っていうことなんですよ。とのこと、貴重な古い文化が残る日本の皇室ですが、この文化だけは今に継がれないことを期待したいと思います。慈愛に満ちた美智子様が驚かれていることでしょう。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。秋篠宮和也は安西家の子孫を揉み消そうと必死ですね。揉み消すには DNA 鑑定しかありません。前皇后と秋篠宮ジップと名指しされている安西隆之さん、メディア規制、メディア捜査、言論弾圧はお止めください。正々堂々と国民にお答えください。それができないのであれば一家を皇室から退場させてください。直ちに一家を退場。国民はそれ以上の追及は望まないと思います。なぜなら国民の多くは今も皇室を愛しています。国内外にこれ以上皇室の恥、日本の恥を晒したくありません。それが57年以上も欺き続けた国民に対する最低限の罪滅ぼしだと思います。秋篠の DNA 検査を求める声が圧倒的な中で、少し違う視点で書きますが、ご容赦ください。 Y 染色体の発見は1905年ですから、昔の人は Y 染色体の存在を知らずに皇統を竹に簒奪されないようにつないできた結果、慢性一系と呼ばれるようになりました。しかし慢性一系が史実かどうかは証明のしようがありません。神話という信仰で成り立っているのであって、私はそれで良いと考えています。したがって何かにつけて DNA 検査を求めようとは思いません。仮に天板改正して旧宮家の方が皇族に復帰するのも、養子に入るのも、婿に入るのも DNA 検査をせよとは思いません。歴史を見れば、権勢を極めた平清盛や足利義満も神武天皇の Y 染色体を持っていたかもしれませんが、簒奪は許されませんでした。私は簒奪官の有無が重要だと思います。長年にわたり天皇陛下に盾つき弓引いてきた謀反者の秋篠家に皇統を移すことは簒奪官が半端ないのです。これが秋篠家が国民に忌み嫌われ即位に反対される根源だと思います。謀反者の秋篠家のせいで旧宮家の方にまで DNA 検査をせよと失礼なことが波及するのは賛成しません。秋篠家はその悪行の報いとして国民の声で敗着になるのが一番良いと思います。老婆、あまりの怒りからあえて老婆と呼びますと安西隆之さん。安西隆之さんと前身、身長約180センチメートルまで振り二つの男を皇族と偽り、国民の前に立たせてお手振りさせる、どのようなお気持ちですか。どのサイトも怒りコメントで溢れています。国民から敬愛されている天皇家をお祝いする場所に、国民から猛烈に毛嫌いされていると分かっていながら平然と出てくる。しかし安西家の子孫と判明したからには皇室から出ていくしかない。一体一家はどのような終焉を迎えるのか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。